ふう、危なかったな。そうだね、フォートナイト面白いね、ほんと。もうね、どういうところが面白いかっていうとね、敵をね、打ち倒したりして、その後に何するんだっけ。あ、そうだ、同じ色のドロップを揃えるんだよね。そういやね、フォートナイトにもアップデートが来たらしいんで、なんか追加されてないか見ていきましょう。ん？何これ、スニーキースノーマン。え、何このスノーマンって、こんなやつ出たの。スノーマンを投げる。しゃー、お、出てきた。お、かわいい。あ、雨降ってきた。スノーマンになる、これスノーマンになれんの。モフ、あ、マジだ、かわいい。これお、モフモフ雪だるまくんがこんなところにいっぱいいるね。あ、かわいい。あれ、これさ、雪だるま自分慣れたよね。そしたらさ、雪だるまのところにさ隠れて、こうやって敵来たら撃ち殺せるのが一番強いんじゃね。ということで検証してみようか。まあ、まずは普通にやっていきましょう。スカイハイ最初はティルテッドにね、ここは激戦区なので、ここに突って養分になりますっていうのは嘘で。お、どうしたどうした。おい、なんだお前、そうやって何、いきなり会ってトマト投げてくるお前。ちょっとどうした、煽ってるしさお前。やっぱ最初はティルテッドタワーですよね。もらった、サンキュー、あざっす。弾がないね、弾がないけれども、私はチキらない。そう、あーあーあー、こういうやつでもスノーマン戦術を使えば1位を取れるのかということをやっていきましょう。お、見つけましたね、材料はすべて。やべ、見つかった。では雪だるまに変身して、きた、これが雪だるま戦法や、強いだろう。はい、スノーマンに変身して、モフ、これで待ってるだけだよ、あと敵来るの待つだけ。誰も来ねえな。 2000 years later。 ちょっと先の方に進みますね。あそこに人いるね。ちょっと裏から回って実はちょっとずつ進んでってるっていう世にも奇妙な物語。 あっちから来ねえな。どうも、会いに行く変態です。みんな絶対移動したでしょ。僕も行くよ、待って。どこ行っちゃったの。ということで皆さんも雪だるま戦法を使ってやってみてください。雪だるま拾え、雪だるま拾えよー。